ハラルド・ヘルフゴットはペルーのリマ出身の数学者。主な研究分野は数論。ヘルゴットは彼の出身地であるリマで、早い段階から数学のコミュニティで活躍していた。彼は1988年、ブランダイス大学を卒業し、2003年プリンストン大学で E.N. ヘンリック・イワニークの下で博士号を取った。2013年、 250年以上証明されていなかった弱いゴールドバッハ予想を証明したという論文を発表し現在広く受け入れられている。2017年、ラースロー・ババイが2015年に発表したグラフ同型問題の証明に軽微な誤りを指摘した。ラースロー・ババイはその後誤りを修正した。ハラルド・ヘルフガートハラルド・アンドレス・ヘルフガートビータ。 2016年7月14日閲覧。A.B. Harald h、T P w w w、olt, De, e, e, ar, e, 2015, Guard, Har Hat, e、K、l l f マスマティクスジーニアロジープロジェクトハットランダムカーブスジャーニーズオブエー、マティミティション http www. フンボルトプロフェッサーで E.N. プリエストラガープリエストラガー -2015 ヘルフガーとハラルドアンドレスハットエリカ・クラリックグラフ・アイソモルフィズム・バンク・イッシュドアゲーン クワンタマガジンジャニアリー14 2017シーヒアありがとうございます。